コロナ禍などで資金繰りが悪化していた東京上野の国立科学博物館はきょう寄付を募ったクラウドファンディングでおよそ9億2000万円が集まったと発表しました。 国立科学博物館は危機的な運営資金難に陥っているとして8月から募ってきたクラウドファンディングの受付がきのう終了し支援金総額がおよそ9億2000万円支援者数はおよそ5万7000人に上ったと発表しました。寄付金のののうちおよそ6億円は収蔵品の維持管理や拡充のほか 他の博物館と連携した収蔵品の充実や各地を巡回する展示会の実施に充ておよそ3億2000万円は返礼品などの費用にすす。るとということです今回です、ね、自分たちの仕事というのが目に見えた形で世間の皆さんに支持されているということが分かったということでこれはそらく科学博物館にとっては、ね、一番重要な成果だったと。